ちご大福を作ります。まず白玉粉、砂糖、よく混ぜましたら、600ワットで電子レンジで2分、こちら今600ワットで2分、電子レンジにかけた状態です。さらに、600ワットで1分30秒電子レンジにかけます。2回目の、600ワットで1分30秒電子レンジにかけた状態です。こちら先ほど合わせました牛皮を、35g 片栗粉をまぶしまして、平らに伸ばしていきます。あんこを 30g です。包み込んでいきます。ここつまむようにしてくっつけていきます。こちらに斜めに切り込みを入れていきます。少し開くような感じで、こちら開いたところにいちごを乗せて完成です。